さてここで今日もユーミンこと私吉園ユーミがゆるキャラを紹介します今日は小室市役所上水道課のキャラクターメタブロくんです上水道課の皆さんは水道事業への関心を高めてもらうことを目的に2015年に皆さんでゆるキャラグランプリを行ったそうですその中で生まれたキャラクターの一つがメタブロくん 皆さんのお家にもある水道メーターをイメージしたキャラクターです金属の銅をたくさん含んでいて、セレブな体つきをしています水道メーターは自分で水漏れの確認、発見ができるため、とても重要なものです不慮の事故などに備え、日頃からメーターの近くに物を置いたり、注射したりしないようにしましょうまた、水道メーターの有効期間は8年です 該当するお家には市からお知らせがあるので、確認するようにしてくださいね。今後も浄水道課の愉快なキャラクターを紹介していきます。ぜひお楽しみに。